フェルマーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属する小都市である。この町は、人口18,172人で、本郡で2番目に大きな町である。フェルマーは大都市カッセルの北の市境に接しており、漁師は多くの場所で互いに立て込んでいる。この町のオウムネ西北西から南東に向かって、古田川の支流であるアーネ川が流れ、その下半に、 近郊保養地のアーネバルクがある。この町は、アーネ川がこの町から離れる付近の海抜163メートルから北西に流起する、シュタウフェンベルク山頂の海抜361.2メートルにかけて位置している。フェルマーの野外プールの近くで、ラインバッハが、バーンホーフシュトラーセとホレンディシェシュトラーセとの交差点の近くでエルシュ川が、 グルントベク近くでホプフェンベルクからの小川がそれぞれアーネ川に合流する。近隣の中びく山地には西のハービヒツバルダーベルクラントと北東のラインハルトの森がある。フェルマーは西はアーナタール、北西はカルデン、北はエスペナウ、東はフルダタール、そして南は軍独立市カッセルと境を接している。フェルマーは早くも七十五年に フィルメアとして記録されている。現在のフェルマー市内で最も古い定住の証拠は約8000年までの引き薄の石である。都市圏はこの最初の記録から1200年祭を祝ったのを機会に1 9 7 5年8月30日に与えられた。これはバウナタールと共にカッセル軍で最も新しい石である。同時2980年代半ばまでに視聴者、 オフィス、病院、住宅地、ムジーカーフィールテルを有する市の中心部が形成された。また、この頃にオスターベルク沿いの住宅地や産業用地、アンデア・ケムパー・ブリュッケが開発された。この町の市議会は37議席からなる。フェルマーは以下の姉妹都市協定を締結している。 オーバーフェルマークのプロテスタント教会約850年、前のフロンマースハウゼングのプロテスタントの教会堂は一部が後期ゴシック様式である。オーバーフェルマークの教区教会は後期ゴシック様式のサイトを呈している。1616 16年に新築された本堂は1824年に古典主義様式に拡張された。この教会のオルガンは、 オルガン製作者一家の平連家によって1773年に製作された。1986年から存在するアーネパルクは合計9ヘクタールの水域と数多くのスポーツ施設や文化施設がある。この公園のハイライトは18日間に及ぶテントフェスティバルのゾンマーアイムパルクで伝統的な公園の祭りと結びついた公園プログラムが組まれている。 フェルマー歴史サークル EV は1790年に建造されたホーフヘルゼ内に2004年から郷土博物館を運営している。北ヘッセン遊歩道のメルヒエンラントベクのセーファーベルク、カッセル区間がフェルマー市内を通っている。2013年にはフェルマーで州の祭り第53回ヘッセンの日が開催されることになっている。フェルマーはオーバーフェルマー駅。 フェルマーオスターベルクイークス駅及び2ンフェルマー駅によって鉄道網及びレギオトラムのネットワークに接続している。また市内を高速道路仕様の共用区間として走っている連邦道 B7 号線及び B83 号線によって道路網に接続している。さらに2011年10月からはカッセル路面電車1号線のこの街を通るルートが 延伸されることでこの路線にも接続することになる。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。